い、私このパイ嫌いなのよねっていうのやめろ。そのお前おばあちゃんがさ、たとえ嫌いだからってさ、パイもさ、これはマジで許せないね。パイはね、もうあの文句を言わずに受け取ってほしいのだ。ケーキとか手土産も、手土産、それ手土産ちょっと考えてなかった。なんかバーサナまんじゅう、バーサナまんじゅう持っていくか。練り切りセットがあれば練り切り作れるのにな。ニシンのパイ、待って、ナトリ、ナトリさ、お土産でニシンのパイ、ニシンのお土産でさ、ニシンのパイをさ渡してさ、見とる人にさ、あ、私これ嫌いなんですよねって言われたらさ、ちょっと殴りかかってしまうかもしれない。あ、びしょ濡れじゃないですか、ナトリ。あ、あのちょっと今日あの邪魔します、お土産であのニシンのパイを持ってきたんですけど。え、私これ嫌いなんですよね。てめえ、ニシンのパイはな、おばあちゃんがな、一生懸命な、作ってくれたんだよ。いやでもさ、ありがたくさ、笑顔で受け取れねえのか、てめえって。さすがにそれは言ってしまうかもしれないな。おばあちゃん用意してないだろ。それはそう。うん、このチャンネルなんか2回に1回ニシンのパイの話するね。なんかさ、そうでさ、なんかさ、なんかすごい、なんか今さ、ちょっとこれなんか配信中に直せないかってちょっとさ思って、ちょっとさ思ってたさやつさ言っていい？なんかこれさ、なんか。